みなさんこんにちは、未来です。今回はですね、タイトル通り子どもたちのお洋服、秋物をね買ったので、そちらをご紹介していこうかなと思います。秋物を買ったっていうよりは最近買ったお洋服ね、そちらをご紹介していきます。まだまだね、ちょっと買おうかなって思っているものもあったりとか、まだちょっと見たいなって思っているものもあるんだけれども、結構量が2人分だとね多くなってきたので、まあ、今回はとりあえずご紹介して、また少し溜まってきたらご紹介してみたいな、そんな感じで子どもたちのお洋服購入品とかも紹介していこうかなと思っています。でちなみにね、私の洋服の購入品についてはですね、痩せてから買おうって思ってるから、痩せてないから買ってない。はい、そんな感じということでスタート。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。どうやったら紹介したらいいかな。善と非で分けようかな。はい、やってみます。まず善のお洋服購入したものをご紹介していきます。はい、まず初めにね、エムレクトっていう私の友達がしているお店があるんだけど、そこセレクトショップみたい な韓国系の、まあ、セレクトショップ、とりあえずそういったところで購入したんだけど、すごいね安くなってたものがあったので、まずセットアップを購入しました。これは来年用って感じ。はい、こちらです。可愛くない？ベージュにサイドがこういった感じのラインが入っているセットアップです。 T シャツにパンツですね。パンツにもサイドがこういう風にラインになっていて、後ろがこういった感じでポケットがついています。これはね90センチだから来年着させようかなと思って、半額だったから買った。セットアップとかめっちゃ好きなので、はい、ベージュ系私好みのがあったので即買いです。はい、セールでした。はい、そして次はね、今からでも着れそうだなっていうもの、てかなんならこの秋冬に着せたいなって思ったお洋服です。こちらでございます。可愛くない？くまちゃん、ロンパースなんだけどすごい可愛いと思って買ったなんかこういった感じでワッフルっぽい感じになっていて、くまちゃんがね乗っている長袖のものになってます。でサイズはね90ぐらいかな、66って書いてある。こう外にさサイズ書いてるの珍しくない珍しいよね。60って書いてるけど、多分サイズ的には70ぐらいはあるかな。ちょっと大きめかな、60にしてはだいぶ。はい、そんな感じのセットアップです。これもエムレクトで購入しました。かわいいね、今年クマかわいいよね。クマ流行ってんのかな。かわいい、よく見ますよね。ちなみにここがね普通のボタンです。パチって止めるやつじゃなくて普通にボタンになってます。次は西松屋で購入したものでございます。まず一つ目、これ部屋着みたいな感じで、はい、ロンパース購入しました。私黄色とグレーのさ組み合わせなんかわかんないけどすごい好きだから買っちゃった。なんかねちょっとキルティングっぽい感じ、キルトっぽい感じに加工されているちょっとあったかそうな素材のロンパースです。まあ、これはお部屋であんま出かけてないよっていう時とかに着させようかなって思って買いました。あとすごいね生地が柔らかくて動きやすそうだなと思って購入しました。西松屋安いからさ、すぐなんか買おうって思ってなかったのに、いつの間にかカゴに入れている自分がいる、怖っ次も西松屋です。次で全は最後です。70を購入しました。こちらです。ロンパース可愛くない？これもう着させやすいようにここが全部こうパチッてするようなこういうボタンになっています。私さコーデュロイめっちゃ好きなのよね。そう、すっごい好きなのこれは一目惚れというか、こう全のお洋服でちょっとお出かけする時にも着れそうなロンパース、そういえば持ってなかったなと思って、なんかついでに西松屋でミルク買ったから買いました可愛かった。西松屋さ今買っとかないと本当になくなるから、可愛いなって思った時に西松屋は買わないと本当すぐね在庫なくなるから。これもね残りわずかだった。はい、そしたら次にね、ヒーのものをご紹介していこうと思います。まずはじめ西松屋からご紹介していきます。
一つ目はこちらです。トップスを買いました。ちなみにヒーはね、これは120を買った。ヒー結構胴回り大きいタイプだからさ、110だとちょっとピチピチすぎるなと思って120買ったんだけど、これです。ちょっと多分袖長いから曲げると思います。こんな感じでハイネックになっていて、こういう感じでヒラヒラヒラっとしてすごい可愛いなと思って、ヒーも好きそうだなと思って、メロな感じで可愛いと思いました。袖とあと裾と全部がメロになってます。これさ、ほらインナーとしても使えるし、まあ1枚でもちろん着れるんだけど、重ね着してもすごい可愛いなと思ったので、まあ、使いやすいかなと思って保育園着なんだけど購入してみた。次も西松屋です。これは保育園着で購入しました。はい、こちらです。肩にフリルがついたタイプのスウェットって言ったらいいの、パーカーって言ったらいいのそんな感じのものです。110を購入しました。まあ、これにさ、スキニーみたいな感じでデニム合わせたら可愛いなと思って買ってみたのと、あとさ、まあ、多分ヒーめちゃめちゃ暑がりだからしないんだけど、さっき紹介したこのテレコのさ、これをさ中に入れてさ、首だけこういう風に出してもすごい可愛いと思って、ちょっとやらせて、可愛いからやらせてくれよ。こういうのがさ、ほらアパレルやってたからさ、やりたくなっちゃうのよね。ほらこんな感じでさ、首から出てもすごい可愛いと思わない？まあ、ヒーは多分絶対にやらないんだけど、多分暑がってね、可愛いなと思ってやってみた。もうヒーさ、ほんと去年もだけど、リアルにあの人ね、長袖の下着着たことない、肌着着たことないのね。いつもノースリか半袖の肌着しか着ないの、暑がりすぎて。ヒートテックも着たことない、多分本当冬でも汗かいてるから。そして次は超シンプルな T シャツ、まあこれは何でも合わせやすいかなと思って買ってみた。西松屋で購入しました。これ399円、安くない何その値段って感じなんだけど、こういった感じのボートネックっぽい感じのボーダーの T シャツです。黒と白の T シャツです。なんかね、保育園の先生がね、こういうボーダーの T シャツとか着てる人たまにいるんだって。ヒーがね、これ見たら、あ、何々先生と一緒だみたいな感じですごい喜んでたので、多分喜んで着てくれると思います。そしたら次はエムレクトで購入したものをご紹介したいと思います。まあこれは購入したっていうか、ヒーがね、私、まさきの友達にね、ねえ買ってって言って ねだってね買わせてたはい、これです。これが好きなんだって、ひーちゃん。かわいいよね。ワンピースです。こういう感じで絞りになってるタイプで、これは取り外しができるタイプのワンピース。もうこういうの好きだからさ、ひー、これにさ、ちょっとしたブーツとかかわいいよね。ワンピースすごいかわいいです。とってもね、似合ってました。そしたら次、これもね、まさきの友達にね、これ買ってって言ってねだってたものですって買ってもらってたこちらです。パンツ、これね、サイズがね、90だったかな。ちょっとちっちゃめなんだけど、まあ、このデザインだったら全部着れるからいいかなって思ったのと、韓国の、多分確かね、これ韓国のものだったと思うんだけど、なのでちょっと丈が長いのかな。今の日でも全然余裕で、てかむしろぴったりぐらい、90だけど、はい、そんな感じですごく可愛いものになっております。ちなみに後ろはこんな感じでフェイクのポケットがついてるタイプです。可愛いよね。これ全部全然いけるので買ってくれました。はい、そして次はね、これで 50% オフだったの、これやばいよ。エムレクト、またかよっていう感じでコーデュロイのパンツ買いました。ちょっとさ、ゆったり気味でさ、下裾とかを折り曲げてきたら可愛いかなと思って買ったんだけど、これなんか一回閉店セールしてたのね。で、今リニューアルオープンしたんだけど、見てやばいよね。どうなってんの ?2020 円の 50% オフって1000円で買えたよどういうことっていう感じで、すごいシルエットも可愛いなと思ったので買いました。前にこういう風にポケットが開いるタイプで、ウエストはこういう感じのゴムです。後ろはね、何にもない。シルエットがとりあえずめちゃめちゃ可愛いです。そして次で最後でございます。最後はね、インスタのフィード投稿もしたんだけど、初めてヒーとお揃いコーデをしました。はい、その時に着ていたパーカーです。こんな感じのパーカー、すごい可愛いの。これおとぎ話サプライっていうものなんだけど、すごいストリート系のファッションが好きな人は絶対好きだと思う。大人のサイズから、もう男性も着れるようなサイズから、ちっちゃい子供のサイズまであるんだけど、すごいこのパーカーがめちゃめちゃ可愛いのよ。まず言っていい？おすすめポイント1、ここの紐が長くて可愛いおすすめポイント2、
なんとフードはですね、裏毛の方が表なんですよ。わかる？普通のさ、素材ってこういった素材じゃん。じゃなくって、フードのところは裏返しなの。それもすごい可愛いなと思って。こっちの袖も、袖だけ裏返し、裏毛が見えているタイプになってます。で、そしておすすめポイントその3。なぜか左腕だけ白の裏毛が表になってるタイプ。ここもすごい可愛いと思って買いました。すごいゆったりだから、しかもユニセックスなデザインだから、まあ前後大きくなってもお下がりでもいいなって思ったのと、女の子でさ、こういうゆったりダボっとしてるようなストリートっぽい感じのをさ着たら可愛いじゃんということでですね、はい、買いました。これは私も持ってます。はい、そんな感じでございます。まだね、ザラも見たいし他のお店もいろいろ見たいなっていうところなんですけれども、とりあえず今のところね、買ったのはこんな感じだよっていうご紹介でございました。またね、ちょっと溜まってきたらご紹介するっていう感じにしようかなと思っておりますので、まあ気になる方はチェックしていただければなと思います。まあちなみに私のファッション購入品とかはですね、まだちょっと先になると思いますのでご了承くださいませ。まあこのままね、サイズアウトしちゃうから絶対買うから、まあその都度ご紹介していこうかなと思ってます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。